3000メートル級の北アルプスを貫く立山黒部アルペンルートが全線開通しました。立山黒部アルペンルートは北アルプスを貫いて富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルートです。除雪作業が完了し、最高地点の室堂近くの道路沿いには一番の見どころ雪の大谷が出現しました。今雪の壁の間をバスがやってきました。バスよりはるかにはるかに高い雪の壁です。全線開通の日の今日は天候にも恵まれ、多くの観光客が訪れています。 It's very beautiful. Big. たくさんの家族連れや外国からの観光客が訪れ、最も高いところで15メートルにもなる雪の壁の中を歩きながら、ダイナミックな白銀の世界を堪能していました。